梅南寺は、中華民国及び中華人民共和国の法律家、政治家。寺は、阿賢。1924年に、聖火大学を卒業した後、アメリカに留学し、1926年に、スタンフォード大学を卒業した。1928年には、シカゴ大学のロースクールで、ホーム博士の専門職学位を取得した。 1929年に帰国した後は、南海大学、武漢大学教授を経て、行政委員長の総支文外交部部長の王清潔の助手となったことを皮切りに、内政部参事、立法委員といった国民党の要職を歴任した。第二次世界大戦終了後は、東京裁判に中華民国の代表判事として、本国での放送経験はなかったが、 国民党政府から派遣された。梅は、ウィリアム・ウェブ裁判長の定めた、米英中という席辞に対して、日本投稿順にすべきだと猛反発し、最終的には、ウェブ裁判長の隣の席を得ることとなった。また、梅は、反日主義者としても知られ、後に改定前後の根拠不明な日記が、東京大審判として出版され、その中では、 この28人のほとんどすべてが中国に損害を与えた民族優越主義というデタラメな理論を唱え国民を毒し国民に威張らせ中国を飲み込み滅ぼしアジアを席巻し世界を征服しようとしたと日本を通列に批判している特に被告の内土井原賢治を中国を分裂させ内乱を起こさせた専門家松井岩根を 南京大虐殺の葬式者、板垣清志郎、小磯国明、梅津吉次郎の三名を中国侵略の達人と記した。また、天皇の基礎にも非常に強い意欲を見せており、天皇が日本の侵略戦争に何の責任もないとはどうしても思えない、裁判官たち個人レベルの会話でもしょっちゅう議論され、大多数の人は私と、 同じ見方を持っていると主張し、面積決定後には、政治的理由で起訴を免れたが、将来、再び提訴される日が来るだろうと記している。東京裁判終了後には、司法行政部部長に就任したが、東京裁判中に、国境内戦で、共産党が優勢となった頃から、共産党のスパイとしての活動を始める。このことから、監察員から、 共産党のスパイという容疑をかけられ、国民党を追放された。中華人民共和国成立後には、国務院特別顧問となり、後に、全国人民代表大会代表や中国人民、政治協商会議代表等を務めた。しかし、文化大革命の際に、批判の対象となり失脚し、1973年に、北京で亡くなった。ありがとうございます。